それいるやつですね。大阪を武藤、あそこの収まりはいいですね。あれやられるとディフェンスきついですよね。意図も簡単にやりますからね。ファールを取りました。大阪のところを潰しに行きました。ミサオ、ファミレマイボールキープ。大迫収まるんですよね。浮かせて武藤コントロール。ここも柔らかいおしゃれなボールだと思いますよ。でこのPK、ね、もうちょっと開くと思う。そうだね。
高木運んでいきます。高木拾って山口狙う、浮き玉のシュート、ゴールイン。おーっと、よく触りましたね。終了。裏抜けだって2、3歩あったでしょ、はい、あれ合わせんとな、そうだ、ね、合わせたら行ったよな。あれも俺的にはこのフリックで一気に回っちゃったよ、タッチしたからで、まあ、どうだ。早速質疑応答に移らせていただきます。ご
質問のある方は挙手ボタンで表示をお願いいたします。ないですか。じゃあお疲れ様です。あ、それまあ、その神戸のサッカーで楽しめそうなポイントっていうのはどういったところにあるかなって思ってらっしゃるんですか。やっぱアンドレスがもうボール持った時は何か起きそうな感じしますし、ボール持ち方とか、まあ、そういうのやっぱりすごいなっていうふうには感じますね。まあそこにプラス僕と、まあ、ヨッチであったり、まあ、ドーグラスであったり、まあ、前この3人がもっと脅威になれれば、まあ、チームとしても面白いと思うし、まあ、そうなっていかなきゃいけないなと思ってます。大迫選手、お疲れ様です。お疲れ様です。今日デビュー戦いかがでしたか。いや、まだまだ自分自身の出来は、まあ、良くないので、まあ、しっかりと、まあ、次は、さらにいいプレーはできると思いますし、まあ、チームのためにまた頑張っていきたいなと思います。まだまだという点ではその自分のコンディションというか経営の部分でしょうか。まあ、そうですね、まあ、それは試合してたら自然と上がってくると思うので、まあ、心配してないですし、楽しみですね、このチームで、まあ、チャレンジ、あと14試合できると思うので、はい。まあ、自分の、今日の評価がそこまで高くなくても、やっぱり勝利でスタートするのは大事なんですね。もちろん、まあ、チームは勝つことが一番なので、まあ、しっかり勝って、また次も勝てるように僕が点を取りたいなと思います。ヴィッセル神戸は今998点まで行って J1 リーグ通算があと2点で1000ゴールなんですけど、FC 東京戦でぜひ。そうですね、次で取りたいですね、はい、お願いします。はい、頑張ります。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。